はい、さあ今週も始まりました。イエイ、はい、動画的にはね、すっかりスタートしておりますけど、あと朝ね、石川で降ろして、で今ね、富山県入善町で今積みました。はい、熱い熱いよ。今ね、12時5分。今日はなんとかね、午前中に積み上がりました。ありがとうございます。さあ、今回はね、昼前に積み上がったので、少しばかし、例の洞門へ向かっていこうかな。そんな感じでお送りしたいと思います。さあ、あとは、ちょっと洞門までスキップしましょう。まあ、いつものね、あとここから8号。今日もね、白山で朝、おろし終わって、下道で来て、白山ね、8時半頃終わったんかな。で、あと下道で来てね、11時半頃、受付して、もうすぐ、積んでもらいましたよ。午前中に出てこれるように、積んでもらいました。あとは、道門、くぐって、まあ、今日はね、そこまで、あんまり時間がないので、まあ、また糸魚川から乗っていきましょうかね。よいしょ。よいしょ。さあ、行きましょう、行きましょう。では、道門まで。スキップ。はい、さあやってきました。来ました、来ました。はい、例のドモンドモン。さあ来たぞ来たぞ。久々のドモンですけど、まあ前回の時はね、全然車来んかったんですけど、今回はどうかな。お、ちょうど信号機もね、タイミングがいいぞ。よいしょ、タイミングがいい。何回かここはね、ほぼほぼ止まる感じですけどね、今回はすんなりと止まるかなと思ったら、もうすっかり青でしたね。よかったよかった、止まることなく進んできたぞ。ただここで運を使ったら、狭いあそこのところでは車来るかな、来ないでほしい。さあでしょ、工事区間が終わってこっからですからね、こっからこっから狭くなっていくので、まあ気をつけていきましょう。今のところは天気は晴れ。ちょっとね、動画的にはもう12月超えてますけど、よいしょよいしょ、超えてますけど、今のところもね、雪はどうやろう、降っとるんかな。まあ今のね、11月の終わりではまだ降ってないですけど、今週の終わりぐらいからなんか雪マークが北陸の方はちらちらと出てたので、まあそろそろ雪が降ってくるでしょう。ちなみに今と、ね、雪のことを心配しつつ、大型トラックと今1台すれ違いましたけど、あとは来ないでくれ。まあでも久々に
今週は、ね、午前中に積み上がったので、まあ、下道走れますけど、まあそんでもね、糸魚川から乗る感じですかね。で、いつもの感じで行って、まあ守谷というか柔らで降りて、お客さんの方行くって感じになります。まあ料金的にもね、1万8000円とかそんな感じですね。前も同じ糸魚川から乗って、柔らのあたりはそのぐらいの料金やったので、まあ大体ね一緒なような動画になっちゃうのでちょっと変えつつ行きます。もう動画終わったらもうベベッと行っちゃいます。今日のご飯動画はちょっとお預けって感じです。まあ写真だけこんな感じっていうのだけですね。さあ、ちょっくら、まあ本当これね、こんだけ何回も通ってますけど、慣れんな、狭いところってのは。おお、4等車来た。ほんと狭いところって慣れないんですよね。おお、びっくりした。よいしょ、バイクだった。はい、今バイクは一瞬びっくりしました。バイクにちょっとビビったよ。まあ、ちょっと焦ることなく行きましょう。よいしょ。まあ無理してね、突っ込んでいくよりかはちょっと止まれるぐらいの速度で、まあ対応できるぐらいの感じの方がいいでしょう。およそ1キロ先左方向、高速道路入り口です。まあ、トレーラーは特にね、荷物が重たいのでなかなか。すぐなかなか止まれませんからね。とりあえずなんとか無事今回もクリアですね。よいしょ。おー、終わってからトラックが来ると本当タイミングです。タイミング、今回も良かったぜ。さあ、あとはベベッと行っちゃうだけ。まあこんな感じでね、まあ、今週も頑張っていきたいと思います。今ね12時50分ですけど、なんか日が本当冬の天気って感じですね。なんかあれもう夕方みたいなあれ日が暮れとるって思いますけど、まだ1時にもなってません。本当冬の時の天気ってなんかこんな感じですよね。あれなんか日が暮れとるんかなみたいなね。と冬になってきたなっていう感じになります。まあ、あとは北陸今週雪、まあ、どんな感じになるか分かりませんけど、まあ、自分はね来週の月曜日にまた北陸来るので、その時雪がどのぐらいになってるのかがちょっと心配なだけですね。まあ、溶けとればね全然いいんですけど、はい、
また来週は来週でお楽しみください。さあではね、あと糸魚川から乗っかっていつも通りに行きます。さあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。では気をつけて森山で行ってきます。ではでは、また